きましたよ。おはようございます。めっちゃ寝た。寝たね。雨だから起きても意味ないと思って、うん、8時間ぐらい寝た。したらめっちゃ晴れてた。あーいいね。あー春の空気だ。ああ。なんかこの時期がいいよね、キャンプするには。一番虫いないし、この時期をちゃんと楽しまないと後悔するよ。4、5、6ぐらいね。そうだね。3は湖キャンプできないからまだ、4から楽しいな。一番好きかも、4、5、6ぐらいが。うん、このサイトもいいね。ビッグワン広っ。なんとこのキャンプ場、薪が無料です。1年前来た時ギコギコしたよね。ギコギコしましたね、うん、疲れて1本しかできなかったよね。そう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 、ラッキーって思うんだけど結構大変なんだよね。めっちゃ大きいからね。うん、ノコギリなくない？あ、ノコギリないの。前この辺になんか落ちてたけど、うん、ちょうど1年前か来たの。ほんとこの時期じゃない？エプロン作ってくれた時。ああ懐かしい。冬の間に作ったのか。あのエプロンあんま使ってないけど。熊本に持ってったよ。ああそうだ、うん、改良しないと。なんかあの結構しわくちゃになりやすい。確かにね。素材だから洗ったら縮んでくしゃくしゃになるから。確かに。生地を変えればいいのかな。生地なんかしわにならない生地だったらいいね。うん、あとなんか不思議な鳥いるよあそこに。これ近く行ってみる。見たことない。なんか青っぽい。なんか水色っぽくない？ふんした。すごい。警戒心あんまない。めっちゃ近いよ。わ、かっこいい。かっこいいよ。あれなんていう鳥だろうね。めっちゃかっこいい。え、水色っぽくない？うん、水色だ。ね、水色だよね。首が。こっちから取ったら剣めっちゃ取れる。あ、ちょっと。ケイト、春の匂いしたとか冬の匂いだとか秋の匂いだ夏の匂いだってよく言うでしょ。うん、春の匂いする？しないの。え、しない？うん、じゃあまだ春来てないってこと？うん、ケン分かってないよ春の匂いって。春の匂いって多分花とかの匂いなんだ。うんうん、分かる分かる分かる。このキャンプ場に多分お花とかないからか分かんないけど、うん、まだ冷たい、華やかじゃない。春の歌も作ってたでしょ。冬の歌なんだけど、それを春にアレンジしただけなんだけどさ。うん、歌ってみ。冬の匂いしたよね。私高校生の時に作詞作曲してさ、私の高校の友達割と歌えるんだよね。今日冬の匂いしたからケイトの冬の匂いの歌歌ったの。みんな、いやあれは名曲だよねとか言って。春は？あ、春もだから、うん、春の匂いしたよね。ダセー。みんな褒めてくれんだよ友達たちは。じゃあ食べるか。朝飯にしよっか。あと2時間半ぐらいしかないからね、チェックアウトまで。寝すぎてやばいよ。ささっと食べるよ今日は。うん、で帰りに三つ星ファームのミルクソフトを食べに行きます。そうだそうだ、今日のメインはそこです。苫小牧あたり来たら来たいねって言ってたんだけど。三つ星ファーム、うん、毎回帰りに忘れちゃうっていうね。ま、いつもね、いつきコーヒー行っちゃうんだよね。そう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 。
なんか前回さ、うん、前回っていうかこの間のキャンプまでさ、うん、鍋でお湯沸かしてたじゃん、コーヒーの。なんかあれはあれでなんかなんて言うんだろう、少ない、そうそう、少ないものでやってなんか楽しかったけど、やっぱ久々にこういうなんて言うんだ、可愛いギアを使ってやるとテンション上がる。本当可愛いよ。今日のコーヒーは熊本のコーヒーカイロ、熊本で一番今人気なぐらいのコーヒーらしい。おしゃれ。ケン、これなんかあれに似てない、村子みたいなキャンプギアのさ、なんか M のマークの、めっちゃ似てる、うん、黒っぽい感じのさ、うん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 、これ熊本のやつだっけ。そう、コーヒーカイロ、おしゃれ。いつもだったら電気毛布必須だったんだけど、ああ電気毛布全くいらない。やばいね、うん、寒くないよね。熊本より暖かいんじゃない。まあちょっと時期は違うけどさ。確かに熊本の朝あれ同じくらいか。あでもあれだね、熊本は朝6時に起きてたからさ、うん、それ寒いよね。まあそうだね、うん、オーストラリア時代の仲いい友達がね、うん、コーヒーショップやってるって話で、なんかコーヒーについてめちゃくちゃいろいろ教えてもらった。そう、熱く語ってたね。それ聞いてるとなんか、まあ、面白そうだなと思って、うん、で今度さ、今1店舗、うん、なんか街中にあるんだけど、阿蘇の方に大きくお店出したい2店舗目って言ってて、うんうんうん、でソフトクリームを出したいとか言っててさ、そうそう、夏で、ひぬま夫婦アイス阿蘇で取り扱えないのかなとか言ってさ、それめちゃいいねって言って、ねねね、その友達のお店にアイス置いてもらえないかなってすごい楽しい計画をして盛り上がってたんだよね。ね、面白そうじゃない。ね。でも激戦区かな。でもやっぱり阿蘇の人だから、うん、阿蘇のジャージ、牛乳、ソフトは絶対に置きたいって言ってて、うんうん、だから目としたらその食べ比べみたいな感じで2種置くことになるんだけどとかって。めちゃくちゃいいじゃん、うん、ふわぁ、いいね。いや貸し切りになった、みんな帰っちゃった。あ、いや、よく見るから頑張れ。春に、春の匂いに、匂いに、春の匂いしないって言ってたけどね。まだ見ぬ春の匂いに。おお、うま。あ、どっちだ。深入りっぽくないこれ。深入り？あれ、味同じだよね。同じか。これ深入り？浅入りか。どっちだ。その友達に教えてもらって浅入りの魅力？うんうん。香りがいいって言ってたよね。そのフルーティーな果物、果物の香りを楽しむみたいな、ワインに近いかなみたいな感じで言ってて、うん、うちら深入りが好きだったんだけど、うん、なんか北海道の人って深入りが多いらしい、やっぱり、うんうんうん、文化的に、うん、でも浅入り面白いよって教えてもらって、うん、そっからね、またうちらミーハーだからね。いや、毎朝飲むからさ、そこちょっと追求というか楽しんでみてもいいよね、うん、果物これ何入ってんだろうみたいなさ、うん、飲みやすくない？飲みやすい、めっちゃ美味しい。昨日の動物園の匂いは全くしないです。どうしたんだろう、何なんだろうね。動物いなくなった昨日ね。結構農場の匂いっていうか。農場なのかな、なんか牧場の、うん、私そういえばさ、うん、今年あれ行きたいんだった、行きたいとこありすぎて申し訳ないんだけどさ、うん、名古屋のさ、うん、すごいゴリラいるじゃん。あれ名古屋なんだ確か。なんだっけ、喋るんだっけ、なんか志村けんの声みたいな、なんかそんなゴリラ、有名なゴリラ会いたい。いいね、動物園といえば、うん、北海道の動物園しか行ったことないから。うん、ケイはゆっくりしてなさい。え、どうした？
なんで今日は特製鴨だしラーメンを作ります。パッケージはパッケージこれですね。うわ、鴨だしラーメン。こちら大分県由布院の由布製麺製造でございます。やばいよ、鴨だしラーメン最近熊本産とか九州産しか出してないから、うん、ダメだよ。北海道いろいろ紹介するチャンネルですからね。好きなんだもん九州の食べ物九州も大好き、うん、出汁がうまいのよやっぱり。ただですね、カモがやっぱり毎回のごとくありませんので。この袋が可愛くない？めっちゃいちいちいいよね、うん、うわー、良さそう。この麺ね、あ、柚子胡椒も入ってる。ただこれアレンジで鶏を焼きます。鶏もも、うわっ、あうわ、分厚いね、切れ目いいね。朝からこんな量の鶏摂取して大丈夫ですか？昼ご飯さあ、朝昼兼用だからうん、なしだね。じゃあ焼くよ。はい、大間の油入れます。この鍋すごい良くない？めっちゃいいの、ね、家の近くのスーパーで1000円ぐらいで割引なさね。なんか普段さ、そんなスーパーのさコーナーとかで鍋とか買わないじゃん。だってニトリとか行った方が安いからさ、うん、と思ったらなんか割引になってて、ね、鍋がめっちゃ安くなってたから買った。しかもくっつかないね、キャンプ用にいいサイズだし、ね、うん、肉入れます。うわうわうわこれはやばい。もうこれだけでいい。これと白ご飯めっちゃうまそう。ちょっとここに水入れちゃいます。はい、あ、もうスープね。風水です。これさ、まだスープ入れてないからね。スープの素、スープ入れたみたいな感じで、スープの素よいしょ。ダメだ、よだれが半端ない。これじゃあストーブの上、ストーブの上で温めといて、うん、麺茹でるか。はい、この麺がいいのよ。あんまりないのよ、北海道には。このなんか粉っぽかった、うん、なんか内側粉で外側伸びてるみたいな。お腹空いてたからめちゃうまかったけど。3分経ちました。じゃあ剣を揺してて来てくれる、うん、いいんじゃないか。あっちでもちょっとだけ煮るから。オッケー最高だ、最高の朝。これもう一回食べたくなったらどうやったら買えるの？ネットで買えるのかな。ここに乗せます。極めつけのネギいいですかね、こんな感じで。柚子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 あ、柚子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 胡椒。大分といえば柚子胡椒です。完成です。鴨だし、こちら鴨だしラーメンの柚子胡椒。あれ、柚子胡椒添えてじゃない、間違ったのよ。柚子胡椒を添えて。うわー、絶対うまい。うまそう。ハサミとかいる？カットするやつ。ハサミあったっけ？ハサミないね。ハサミってどこに入れたんだろう。ハサミすぐなくなるよね。なんか箸で切れないかな、柔らかいから。
あ、え、簡単に切れる。うわ、めちゃくちゃうまそう。うわー、うわー、めっちゃうまそう。それではいただきます。ありがとうございます。おお、へえ、新しい。うわ、柚子胡椒、うま。うん、わ、柚子の香り最高。めちゃくちゃうまいね。めっちゃうまい。うわ、これリピートしたいな、うん、この袋、捨てないで取っとこう。うん、すぐ調べるわ、お取り寄せ。これはうまい、めちゃくちゃうまい。うちらがいつも食べてる鴨だしそばのタレをさ、うん、薄めてラーメンにするのとは違うわ、これ全然ね。これ塩っぽいじゃん、ベース、うん、あれめっちゃ濃いからさ、あれ完全に醤油っぽいもんね。でもめんつゆみたいな、うん、鶏食べた？ケイト、うん、今食べた。やばね、めっちゃ柔らかい。なにこれ。なんかむしろ鴨じゃない方がいいんじゃないか。うん、だ鴨って硬くなるじゃん、うん、むずいよね、うん、普通の鶏のモモが一番うまいかもしれない。もはや鴨ラーメンじゃないけどね。でも鴨だし入ってんでしょ。あ、そうか、うん。前回さ、最後に北海道でキャンプした時さ、うんうん、帰りさ、うん、寒すぎてさ、初めてソフトクリーム食べれないって言って帰ったじゃん。うん、なのに今日さ、うん、もうソフトクリーム日和すぎてさ、うん、すごいね、寒暖差、うん。前回行ったキャンプ場は今もかなり雪残ってると思うけどね。白老の方は海沿いだから雪がそもそも少ない、うんうん、ある点もね少ないしね、うんうん、だから大体春先はこっち側を攻めるよね、うんうん、ある苫小牧とか白老とか、うん、ニセコの方行くとさ、しっかりまだ雪積もってるじゃん、うん、この雪解けの時期ってテント汚れるじゃん、うん、それが嫌でさ、うん、確かに、もう雪降ってないところを行くか、まだたっぷり雪が残ってるところ行くか、うん、どっちかだと思うんだけど。あれ、これケウト、ケウトケンのケンの、マジでもこの中途半端な時期のタイヤ交換とか困るね。まださ、ニセコとか行くならさ、買えない方がいいような気がするしさ、うんうんうん、でももうニセコとか行かないなら早く買えないとさ、うん、すり減るじゃん、うん、そろそろだよね、タイヤ交換、うん、キャンプする人って難しそう、タイミング。なんかよくうちらさ、超貧乏だった時の話するじゃん、うんうん、4年ぐらい前にさ、海外から帰ってきてさ、めっちゃお金なかった時さ、うん、タイヤ交換のさ、うん、4000円、うん、もうマジできつすぎて自分でタイヤ変えようとしたことあったよ。結局自分でやったんだっけ。やってない、さすがに。結構大変でやめて、普通にプロにお任せしたんだけど、はい、なんか友達とかで、うん、タイヤ交換自分でできるよみたいな人にちょっとお願いしようとしたりさ、うんうん、結局それもしなかったんだけど、うん、少しでもね、お金浮かせれるよねみたいな。いや、あの時、今急に思い出した、タイヤ交換もマジできつかったな。確かにね、うん、あの時もあの時で楽しく幸せだったけどね。まあね、うん、むしろ青春みたいな。青春、うん、でもタイヤ交換をするのに、タイヤ交換安いところを調べるのに1時間とかかけてて、親のオートバックスもゴールドカードを借りに行って、わざわざで、そのゴールドカードだとちょっと安くなるんで、うん、1000円ぐらい。そう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 、それは今もやるけど、ちなみに。確かにね、うん、普通に去年もやった寝違えたな。ケン、なんか首弱いのかい。じゃあ、アイス食べに行くか、うん、近いのかね、通り道みたいな感じ、うん、水飲む、日本海？違うわ。え？
太平洋。なんでそれ分かったの。今下の方で左上ってオホーツク海でしょ。いやいや、右上がオホーツク海でしょ。左上は、左上っていうか左が日本海。日本海太平洋って、これ今太平洋。皆さん、こちらが太平洋でございます。だから綺麗なの。日本海の方が綺麗なんじゃない。綺麗そうね。綺麗な海が多いの。沖縄は東シナ海。え、なんだっけ、東シナ海だっけ。勉強し直しだ。一回学校通いたいな。これかい。渋いよ、なんか。うん、今日和菓子系の会社なのか。老舗感出てますね。めちゃくちゃ天気いいけど風強いね。これなんて読むか知ってる。モナカでしょ。え、それ以外になんかあるの。正解。あんた最中って読んだでしょ。県最中って読みそうだな。読まないわ。なんか見つけた。めっちゃ可愛いじゃん。いや、チーズケーキだって。一個買って帰る。なんと紅茶が無料です。今時そんなことあんまなくない、はい、紅茶無料なんてことは、はい、こちら三つ星ファームのソフトクリーム、うん、牛乳なのか何なのかも書いておりませんけど、うん、1個300円って安いね。めっちゃ安い、うん、いただきます。バニラです。バニラですか。牛乳なのか。牛乳か。美味しいけど、うん、牛乳かバニラかもう分かんなくなってきた。ちょっと俺にちょっと見させて。美味しいんだよ。うん、うん、美味しい。すごい滑らかだね、うん、滑らかとさ、ザラッとしてるので何が違うのか調べたくない。でも割と甘いバニラとかの時に滑らかなことが結構多いような気がする。この生クリームの量じゃないか。あー、そうだ、生クリームふんだんに使ったって書いてあるもん、あそこに。うんうんうん。もう一つ俺気になるのあったんだよね。シュークリームのチョコ味、チョコシュー大好きなんだよね。で、チョコシューってあんまり見なくない、うん、ない、ね、セブンイレブンとかでも期間限定で置いてることあるけど、冬とかね、まず見ないんだけど、ここにあって、ちょっとそれ買って帰る。しかも150円だ。めっちゃ安い。あんたスイーツの話してるとき幸せそうだな。あんた、うん、北海道のさ、アイスガイドブックみたいなの作りたくない。うーん、どれぐらいいるんだろうね。欲しい人。前の紅茶。紅茶大好き。寝る前にいつも飲んでるもんね、紅茶。家でもなんかあれだわ、去年ぐらいからよりなんだけど、冷たい飲み物が飲めなくなった。なんで歯が。いやいやいや、だから飲んだら寒くなるのもう、ね、内臓が冷えるっていう。おばあちゃん、なんかもう水とかもちょっとあんまり、もう常温水しか。コンビニとかでさ、うん、常温水置いてあるじゃん、うん、冷蔵庫の横に。うんうんうん。あっちかも、ね、常温水なんてあったっけ。常温水コーナーがあって、ありがたい。結構健康志向な女性は常温水買います。買っちゃった。めっちゃ美味しそうじゃん。理想だね、県は。あ、温泉入って帰りたいけど、ちょっと今日は帰らない。いただきます。うん、濃厚。美味しい。うん、うん、うん、シュークリームの生地もしっとりしてて、めっちゃ濃厚ね。濃いね、濃いね、チョコレート、うん、そんなこんなで今回も雨でしたね。なんかいい
うちら今年いい調子じゃない、あの、うん、北海道のぐちゃぐちゃのキャンプ場一度も通らずに、うん、うまいこと避けてきてるっていう素晴らしい流れです。あっという間に春になった。で今日もすごいいいところ選んだよね、エリア的に。そうだね、うんうん、雪が溶けてるあったかい方に来て、うん、次は湖かい、行けるよね次。行けそうじゃない？行けそうな気する。4月の中旬ぐらいから行くところあるよね。モラップかな。モラップね、うん、それがいいよね多分ね。ちょっと風がね多分春って強いから気をつけないとだよね。湖もひどかったじゃん、うん、この前。そうだそうだ、この前っていうか去年。去年ね、うん、去年結局モラップでキャンプできなかったんだよ。うん、あれ、うん、そうだ、風速18メートルだかで断念して。うん、ちょ天気予報ちゃんと見ていこう。見てよ島、おいで。うん、本日もご視聴ありがとうございました。それではあんたケーキで売られてたね、さっき。あんた、あんた、あんたも、あんたも